孫ちゃんと種も取りに行くか。よー、来た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 。立派な農家になれるじょ。あら、自撮りですか。スーパートカチ6号だよ。2023年4月の27日になりました。雨止んでピッカピカに晴れてます。ということで、じゃん、不走の FK でございますが、ありゃ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 、お孫ちゃんが乗ってるじょー。ということで、お孫ちゃんと種も取りに行くか。せーの、よっこいしょういちと。どうですか王子様、乗り心地は。泡の王国の王子様と種も取りに行くじょー。レッツゴー、イエーイ。乗り心地どうですか。すっごい揺れるでしょ、ガタ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 って FK。 むっちゃ揺れるんだよね。はい、10銭の桜も少しずつピンク色になってきました。これから咲いてくると思います。楽しいでしか、楽しい楽しい。新生種芋倉庫に着きました。トラック消毒しますよ。ウインカー上げて消毒施設に入ります。一旦停止して、おぉ、何じゃこりゃ。消毒だ消毒だ。一足のギアで、うわ、何も見えんぞお前。消毒終わったよ、まこちゃん。楽しいね。ワイパーピアッと。種芋もらってきますよと。トラックに芋積んでもらいます。はい、積んでもらいますよ。よいしょ、お願いします。風が強い中積んでもらってます。すげえ風だ、ビュービューだ。リフトで引っ掛けて、ここで終わりかな。はい、トラックに積んで帰ります。ご苦労様です。はい、すいません、積んでもらいました。おもぐちゃん、積んだぞ。やった、帰るでよ。シートベルト締めてガッシャン。はい、出発進行。楽しかったかい。はい、帰ります。指さしてます。ピースしてますか。お孫ちゃん起きて寝たらダメよ。お孫ちゃん、あれあれあれ、山すごい綺麗だよ。あれみんな幌尻岳、むっちゃ綺麗です。お孫ちゃんと種芋を取りに行ったの、マキでした。落ちないでね。落ちないでよ。はい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 。はい、どうぞ。種芋を取りに行って、ビートの深さを測るやつを作ってて、このステンレスを穴開けたら1個開けるのに、ドリルが3本ダメになったんですけど、と思ったら、じゃじゃーん。弟子の本田くんではございませんが、よく俺がいることが分かりましたね。いや、もう道路から見た。あー、見つかってしまった。戻ってきました。あ、そうですか。わざわざ戻ってきた。もう芋は巻いたの。まだ11丁。その11丁っていうのはどこまで終わったんでしょう。まだ3分の1。芋巻いちゃえばもう一段落だよね。そうです。あと、どうもどうも。豆天国。私、あのビートはね、巻くのはちょっと待ったんですよ。クラスとなったら困るんで。結構降ったね。どうなるのかね。寒いしね、外ね。地温がね、どんどん下がってきてる。ということで、本田くんがやってきました。これはつけないね。ちょっと水分多いんで、水分多い時に、ちょっとビートはこれは硬すぎるんだね。カッカリ乾いたら使うんですけど、豆ってなんぼ硬くても出てくるから、最高いいなと思ってますよ。だからね、両方用意してあるの、北東さんと九方さんかい。どっちもいいんだわ。どっちもいいんだけど、その時によって付け替えます。簡単に付け替えれるんで。これも買ったらいいんじゃないですか、本田くんね。本田くんはお金持ちじゃないのっていう話になって、厳しいですよ本当に。今年特にね。とんでもその分かかっちゃうから。もう農家ってそんな儲かるもんじゃないからね。実はね、本当目先の1円1円が大事だったりするの。本当にゴルフと同じでね、1打1打が大事だ。そこでやけになったら終わりです。これをね、こうやってつけてビートの深さを測る道具を作ろうと思ったんです。このステンチュの穴開けたことなかったんだけど、こんなに硬いもんなんだね。で、昨日あのフォーマックでこのプラスチックの買ってきて、はい、これに付け替えます。プラスチックならもう簡単につけるんでね。そういうことです。雨の日は何をしてるかということを、こういうね、工作をしたりね、情報交換だよね。情報が大事なんだよね。弟子の本田くんが大和くんに会いに来ました。大和、弟子の本田くんだよ。目つきがなんかいつもと違うな。もう吠えないんだよ、あんまり。昔ほどの迫力がない。さあ、本田くんに吠えるか。大和、ここで。本田くんが挑発しておりますが、大和くんはもう年取っちゃって、本田くんと戦う気力がなさそうでございます。よー、来た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 。さあ、大和、本田くんに噛みつくか。いかないね、昔はすごかったのにね。健康なんだけどね、年取っただけなんだろうね。もう耳も聞こえないからね、ほぼ。お、なんとなく近寄ろうとしてる。まだ戦う気力はちょっとありそうだな。大和、お隣。吠えないね。もう少し頑張りなさい。頑張りましょうね。久しぶりの再会でしたが、大和くんは吠えませんでした。ということで、これから仕事怪我しないようにお互い頑張りましょう。弟子の本田くんでした。お孫ちゃん、おいでおいで。 M7 だぞ。はい、お孫ちゃん、遊ぶか。ちょっと乗ってみてください。お孫ちゃん、ハンドル持って行け行け。上手に乗れるようになりました。お孫ちゃん、 M7 立派な農家になれるじょ、こりゃ。はい、楽しい楽しい。これまだまだ大きくなっても乗れるね、これね。主婦が喜んで
でまーし。ビュー、やったやった、かっこいい。そのポーズは何ですか？決めのポーズですか？おお、いいポーズだ。お孫ちゃん、来た来た。引っ張るねこれ。おお、すごい。 M シェーブン、リフトもある。すごい、上がり下がりするよこのリフト。お孫ちゃん帰っちゃうのか、もう寂しいな。タラクさんに囲まれて幸せだな。いい幸せなお孫ちゃんでした。カメラ持っちゃいます。あら、自撮りですか？お孫ちゃん自撮りしてます。また来て、今度は手伝ってね。 M7 乗ろうか今度ね。ね、お孫ちゃん機械好きだもんね。帰る前におっぱい飲んでこう。お孫ちゃん美味しいですか？帰る前にお腹いっぱいになって汽車の中では寝てくださいね。すんごい勢いで飲んでます。すごい飲んでるよこれ。目室駅だ、お別れだ。よっこいしょいち。お孫ちゃんとお別れだ、さよならだ。お孫ちゃん帰っちゃうのか。スーパートカチ6号だよ。おお、すごいすごい、かっこいい。じゃあね、バイバイ。お孫ちゃんさよなら。悲しいな、さよなら、バイバイ。お孫ちゃんを乗せたスーパートカチ6号が出発しちゃいました。また会う日まで。バイキュー。